だから当時カオルコさんが単独で殺害を計画して実行し、23年目にして初めて荒野さんに告白されたのかもしれません。事件はすでに時効ですし。As the executor of Mr. Muldoon's estate, I have been empowered to read Mr. Muldoon's last will and testament.残るは家族と音無会長の信念の問題。これで私は後戻りできない。